皆様こんばんは。本日はタマロクト科学館サイエンスエッグ、星座の歌姫神プラネタリウムコンサートへご来場いただき誠にありがとうございます。タマロクト科学館さんは1994年にオープンして、今年2024年に30周年を迎えたそうです。改めまして、高柳館長さん、そしてタマロクト科学館関係者の皆様、開館30周年おめでとうございます。こういうですね、大きな節目にこうして演奏させていただく機会を賜りましたこと感謝申し上げます。ありがとうございます。皆様は普段プラネタリウムに、いらっしゃっている方というのは、見に来る方っていうのは結構いたりしますでしょうか。初めての方、初めて来た方、プラネタリウムに、こう来たことがある、見たことがあるという方いらっしゃいますでしょうか。はい、結構いらっしゃるんですね。私は以前ですね、かがやスタジオさんが制作したオーロラの調べという番組があります。この番組のですね、テスト上映、要するに番組を公開する前に試写をした時にですね、実はこのタマロクトさんのこのドームで実際に番組が出来上がる直前というものを試写をさせていただいた時に初めて実はお邪魔をいたしました。ここだけのお話ですが、実はこのドームはですね、映像もそして音響的にも非常に素晴らしい環境となっております。今日はですね、このサイエンスエッグというプラネタリウムのドームでですね、今日のためにいろいろ映像も準備していただきました。音楽とともにですね、90分という短い時間になりますが、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それではですね、冒頭に一番最初に演奏した曲というのが、街道、そして富士の山、スターリテールズ、3曲を聴いていただきました。次はですね、プラネタリウムの番組のテーマ曲になります。奇跡の恵み、花鳥風月、2曲続けてお聴きください。それでは皆様、最後までごゆるりとお楽しみください。よろしくお願いいたします。Thank you.
はい、というわけで皆様どうも本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。タマロクト科学館の斉藤と申します。実はですね、今回のイベントはですね、星さんと以前から、お話をさせていただいておりまして、ぜひですね、星さんの演奏とあとは当館のプラネタリウムを使った生解説をこう組み合わせたイベントができないというできないかということで相談をさせていただいておりまして、今回実現した次第になります。本当にもう星さんにはいろんなところでですねご協力をいただいておりまして、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、ここまでは星さんの演奏とドームの演出などをお楽しみいただきましたが、いよいよですね、その実現します生解説と生演奏お楽しみいただきたいと思います。で、私ですね、大変ちょっと緊張しておりましてですね、はい、お聞き苦しいところあるかもしれませんが、ご容赦いただけますと幸いです。それではいつもの通りタマロクトのプラネタリウム投影を始めてまいりたいと思います。さあ、見えてきたのはここタマロクト科学館の周りの景色です。タマロクト科学館といえば近くに大きなタワーが立っています。スカイタワー西東京というタワー、もうどこにあるか皆さんお気づきですよね。皆さんの向かって右手側、矢印が出てまいりました。こちらにあるのがそのタワー。夜になるとライトがついて次の日の午前中のお天気予報になっているタワーです。そのタワーのすぐ近く、街の中にある白くて丸いプラネタリウムのドーム、サイエンスエッグ、今皆さんあの中にいらっしゃいます。で、遠くを見るとひときわ大きな山が一つ、こちら、そう、先ほどご覧いただきました富士山。ちっちゃいですね。近くまで見るとね、あ、近くまで行くとこう静岡県やね、山梨県のあたりまで行くとこうでかく見えるんですけどね、はい、ただ晴れればここからでも富士山よく見えるんです。その富士山の上の方、空の中には白くて丸いプラネタリウムの中での太陽も浮かんでいます。現在お部屋の中は今日の夕方4時くらい。では太陽が出たままですと星を見ることができませんので、まずは本日の日の入りからご覧いただきましょう。さて、今日は3月の17日、3月もいよいよ中旬、それから下旬へと向かうところです。3月の20日には二十四節気の一つ、春分の日を迎えます。春分は春を分けると書く季節の節目の一つです。だいぶ暖かくなってきましたが、季節の変わり目、体調管理も難しい時期です。皆様も十分にご注意ください。さあ、太陽がゆっくりと低くなっていきます。本日の日の入りの時刻は午後5時51分です。
さあ、あたりがすっかり暗くなりました。現在お部屋の中は今夜7時半くらいです。ちょうどこのコンサートが終わって皆さん外に出て帰る頃の空になっています。晴れていればこんな風に星が見えるはずとはいかないですよね。普段私たちが暮らしている街の夜というのは家の明かりや道路の明かりがまぶしくて見える星の数が少なくなっています。ですから街の明かりが全くなくなればこんな風にいつでもこんなにたくさんの星が見えるはずなんです。こうやって星を眺めてみると明るい星もあれば暗い星もあります。人間は昔から目で見える明るい星20個余りを一等星と名付けました。一等星の次に明るいのは二等星、その次を三等星という具合に星の明るさを数字で表しています。人間の目で見える最も暗い星が六等星。ただ今日は何と言ってもやっぱり月が明るいですね。本日の月齢は 6.7、 ちょうど半分の月、上弦の月になります。ただ昨日もよく晴れていました。月をご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。昨日の月、実は同じ時刻だとこんな感じ、一昨日はこんな感じ、さらにその前はこんな感じ。月はこのように毎日形と位置を少しずつ変えていきますので、絶対に昨日見た月と今日見る月違うんですね。では今日の月に戻しましょう。月までの距離は約38万キロメートル。先日日本の探査機が降り立った、スリムが降り立ったということで話題になりました。遠く離れた月に人間の作ったものがある、なんだか不思議な感じもします。さあ、ただ星を眺めるときは月明かりもちょっと眩しいので、ちょっとお休みをしてもらって少し目立つ星、明るい星をご紹介していきましょう。月の下の方、西の空、ちょっと北寄りにあるこちらの明るい星、実はあの星ちょっと普通の星じゃないんです。あの明るい星、望遠鏡で覗くとこんな風に見える木星なんですね。木星は地球と一緒に太陽の周りを回る惑星の仲間、太陽系の中では一番大きな惑星です。こういった木星や惑星と聞くと望遠鏡で覗かないとわからない、見えない思われる方いっぱいいらっしゃるんですが、そんなことありません。木星大変明るいのでとっても見つけやすい、僕も昨日見たばかりです。皆さんも本当は空でご覧になっているかもしれません。さあ、そんな木星も明るいんですが、気になっている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんの正面、南西の空には冬の星座で有名なオリオン座が見えています。さあ、オリオン座どこにあるかお分かりでしょうか。探してみましょう。オリオン座は皆さんの正面、真ん中に星が3つ、ちょんちょんちょん、その周りちょん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 、ここにあるのが有名なオリオン座。冬を代表する星座、まだまだ見えるんですね。さあ、そんなオリオン座には一等星が2つもあります。一つ目にご紹介するのはこちらの一等星、名前はベテルギウス。もう一つの一等星はベテルギウスと三つ星を挟んで反対側で輝くこちらの一等星、名前はリゲルと言います。ベテルギウスとリゲルです。さあ、あのオリオン座の一等星2つ、同じオリオン座の星なんですが、よくご覧いただくと違うところがあります。どこが違うかお分かりですか。そう、色です。星を描くとすぐ黄色で塗りつぶす方いっぱいいらっしゃるんですが、そんなことありません。星には本当は様々な色があります。
あのベテルギウスとリゲルの色の違いはどうやら昔から日本でもよく見られていたようです。今度オリオン座を見つけたらぜひ何色に見えるか自分の目でお確かめください。さあ、そんなわけで一等星が2つもあるとお話ししましたが、他にもやっぱり明るい星が多いんですね。ベテルギウス、リゲル、ベラトリクス、ミンタカ、アルニラム、アルニタク、サイフ、大変見つけやすいオリオン座。やっぱりですね、有名なんですよね。小さいお子さんもよくですね、あ、オリオン座だオリオン座だってよく言ってくれるんですが、よく聞くんです。じゃあオリオン座のオリオンとは一体何のことでしょう。この間ね、小さいお子さんがね、玉ねぎ、それはね、オニオンなんですね。オリオンというのはもちろん玉ねぎではありません。ここにいるギリシャ神話に登場する巨人の狩人オリオンのこと。今から5000年ほど前の人々がこのように星と星を線で結んで人や動物や物の姿を想像したのが星座ですから、ここにあるのが巨人の狩人オリオンのオリオン座ということになります。お話によると月の女神アルテミスとは恋仲だったといいますので、今日はちょうどデートの日かもしれません。さあ、そのオリオン座を使って他にも見える冬の一等星を探します。オリオン座、真ん中3つの三つ星を南へ伸ばします。ちょんちょんちょんといって見つかるこちらのひときわ明るい一等星、名前はシリウス。シリウスの周り、こんな風に星を結んであげれば、ここにはワンワンと鳴く動物の星座、大きな犬です。大犬座。大犬座の一等星シリウスは星座を作る星、恒星の中では最も明るい一等星。さらにその大犬座のシリウスの上の方で輝くこちらの一等星は名前をプロキオン。プロキオンのお隣の星と結んであげれば、ワンワンというよりはキャンキャンでしょうか。小さな犬の子犬座があります。こうして見つかるオリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、3つ結んで冬の大三角になります。オリオン座よりシリウスの方が見つけやすいかもしれません。本物もっと大きいです。ぜひ実際の空で探していただければと思います。さあ、このような冬の大三角や星座たち、地上から眺めていると本当に宇宙にこんな丸い天井、丸天井があって、そこに星がみんな張り付いているように見えてしまいます。でも違います。宇宙にはこんな丸天井本当はありません。宇宙はもっと広い。近い星もあれば遠い星もあるんです。例えば大犬座のシリウス、シリウスまでは、地球からシリウスまではこの世で最も速い光の速さで 8.6 年かかります。 8.6 光年という距離、つまり8年前9年前にシリウスを出発した光がようやく今私たちの目に届いているんです。8歳か9歳の方いらっしゃいましたら、自分がおぎゃーと生まれた時の光、あれです。もしくは8年前、9年前、皆さんどこで何をしていたでしょう。では、子犬座のプロキオンはどうでしょうか。プロキオンまでの距離は光の速さで11年、11光年という距離。11歳の方いらっしゃいましたら、自分がおぎゃーと生まれた時の光、あれです。もしくは11年前、皆さんどこで何をしていたでしょう。さあ、お待たせしました。どちらでもないよという方、オリオン座のベテルギウス。ベテルギウスまでは光の速さで430年、430歳の方、今日はいませんかね。この間いたんですけどね。こんな感じで
自分の年齢と同じぐらい離れている星を探してみるというのも楽しみ方の一つかもしれません。図鑑などにも載っていますのでね。さあではどんどん参りましょう。まだ冬の一等星見えています。オリオン座真ん中3つの星をちょんちょんちょんと今度はこちら側に伸ばすとまた一等星、名前はアルデバラン。アルデバランの周りの星をこんな風に結んであげれば、ここにはお誕生日でも有名な星座牡牛座。アルデバランはちょうど牛の目玉で輝く一等星。アルデバランも大変綺麗なんですが、牡牛座にはもう一つ大注目の天体があります。牛の背中のあたり、よく見ていただくと普通の星と見え方が違うぼやぼやっとしたところ見えませんか。では探してみます。オリオン座から探せます。オリオン座の一等星ベテルギウスから牡牛座アルデバランの方へスーッと行って見つかるこの辺り、どうでしょう。普通の星と見え方が違う、なんだかぼやぼやぼちゃぼちゃっとしているような、そんな感じに見えませんか。あれは星の集団で星団と言います。牡牛座にあるあの星団はプレアデス星団。望遠鏡を使って写真を撮るとこんな風に写るんです。日本では別名スバルと呼ばれています。そう、これがスバル。ただ望遠鏡なしでも見えるんです。目のいい方だと星の数が数えられるっていうんですが、皆さんいかがでしょう。何個くらい星見えますか。僕目が悪いんです。今日もちょっと1個2個しか見えませんが、皆様いかがでしょう。まあ、目のいい方ですとね、3つ4つ5つ6つ7つくらいまでいけるかな。ただこれが20個30個見える方、乱視です。メガネ屋さんに行かないといけません。まあ、そんな目が悪い僕でも街中でスバル何回も見てます。ぼやぼやとあるの分かりますので、ぜひ探していただければと思います。さあ他にも冬の一等星があります。オリオン座のベテルギウスから子犬座のプロキオンのにスーッと行ってよいしょと上に曲がれば二等星と一等星、二等星はカストル、一等星はポルックス。周りの星を結んであげればここには仲のいい兄弟の星座、双子座。さらに双子座の一等星ポルックスと先ほど見つけたオリオン座の一等星ベテルギウス、この2つの一等星を下の線にして三角を作るように北の空で一等星を見つけます。これです、こんな感じ。さあこの一等星は名前をカペラ。カペラの周りこんな風に星を結んであげれば、ここにあるのは御車座。御車というのは馬車の運転手のことです。このように今西の空には冬の星座が見えております。ところが季節はもう春ですのでね、春の星座もご案内したいと思うんです。春の星座は皆さんの向かって左手側、東の方に見えていますが、この状態で左手側皆さん向いてくださいとやりますと皆さんの首が疲れてしまいますので、ちょっと東が見やすいように部屋を回します。さあ部屋が回っていますが、先ほどご紹介した冬の一等星を結ぶと面白い形を作ることができるのでご案内しておきます。オリオン座の一等星ベテルギウスを中心にリゲルからスタートです。オリオン座のリゲル、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、双子座のポルックス、御車座のカペラ、牡牛座のアルデバラン、そしてまたリゲルに戻って大きな大きな六角形、冬のダイヤモンドと呼びます。そろそろ見頃が終わってしまいそうですが、失礼、こちらではないですね、こちらです。そろそろ見頃が終わってしまいますが、まだ見えます。今日もこれ終わった後に晴れていれば空で見えると思います。今日は中に月もあります。ぜひ探してみてください。
さあ、お部屋の向きが変わりました。春の星が見えてきました。ご案内します。オリオン座のベテルギウスから子犬座のプロキオンの方にスーッと行って見つかるこちらも一等星、名前はレグルス。レグルスから上の方へちょん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 、ハテナマークをひっくり返したような星の並び。さらにレグルスから上にちょん、横にちょんちょんと、ここで体。さらにこちらの二等星デネボラが尻尾。周りの星を結んであげると、恐ろしい人食いライオンの星座、獅子座。ライオンのことを日本では獅子と呼ぶので、こちらが獅子座になります。ネメアの森に住んでいた恐ろしい人食いライオン、ギリシャ神話の勇者ヘラクレスによって倒されて、こんな風に星座になったと言われています。ちなみにこのライオンの胸元で輝く一等星、名前はレグルス。レグルスを日本語にすると小さな王様。レグルスの上で輝く二等星、こちら名前はアルギエバ。アルギエバを日本語にするとたてがみと言います。まさにその名の通り、ここには恐ろしい人食いライオンがいるんですね。獅子座の一等星レグルスは21個ある一等星の中では最も暗い一等星です。一番明るいのが大犬座のシリウスですから、同じ一等星も随分こう明るさ違うな、お分かりになるかもしれません。そんなわけで今の時期は大変贅沢です。南から西寄りで冬の星座、南から東寄りで春の星座、両方いっぺんに楽しむことができますが、残念ながら全てご案内する時間がありませんので、今夜7時半くらい東京で見える星座一気に出します。さあ、ご存知の星座はあったでしょうか。もし今ご覧になっていて、あれ、自分の誕生日の星座がない、見たい星座がないという方、星座は季節が変わると見やすい星座がどん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 移り変わっていきます。今度春本番になったら春の星座たっぷりご紹介しておりますので、ぜひタマロクと科学館また遊びにお越しいただけますと幸いです。さて、ところでまだ皆さんの前にちょっと街の明かりが残っていますね。今日はせっかくですので、ここで街の明かりをすべて消してしまいましょう。普段は見えない地平線の下の星まで出してみました。こうやって満天の星に囲まれていると爽快な気分にならないでしょうか。星にはある種癒しの効果があるのかもしれません。本当に真っ暗になると、先ほど見つけた冬の大三角のあたり、何やら白くモヤモヤっとしたものが見えませんか。あれが冬の天の川では、冬の天の川が見えるようなまさに満天の星になりましたので、ここからは時計の針を進めながらもうちょっとだけご案内を続けましょう。さあ、今ゆっくりと時計の針が動き出しました。星は時間とともに東から西へと巡っていきます。この巡りの中心にあるのが北極星、
北極星を探すのに便利なのが北斗七星です。北斗七星は獅子座から探すことができます。獅子座の一等星レグルスから二等星アルギーバの方へスーッと目線を伸ばしていくと1、2、3、4、5、6、7、あそこにあるのが有名な北斗七星です。北斗七星の端の星2つこのようにさらに北へ伸ばして5回伸ばしてあげると二等星が見つかります。この二等星が北極星。日本のある北半球ではあの北極星を中心に星が巡るように見えます。さてそれでは私ちょっと随分ここまで喋りすぎましたので少しの間口を閉じております。こちらの星空と音楽どうぞごゆっくりお楽しみください。さあ現在お部屋の中は日付が変わって3月の18日午前1時半を回ったところです。先ほどご紹介した春の星座も随分と向かって右手側西の方に傾いてきました。それではそろそろお時間となりますのでこのまま時計の針を進めて皆さんと一緒に明日の日の出を迎えたいと思います。現在時刻は午前2時。皆さんの正面南東の空には夏を代表する星座サソリ座が昇ってきました。先ほどご紹介した冬の星座オリオン座のオリオンに襲いかかった恐ろしい毒サソリ。オリオン座は未だにこのサソリ座が怖いのでサソリ座から逃げ回ってサソリ座が昇ってくる頃には地平線の下に隠れてしまいます。サソリ座の一等星アンタレス、これも明るくて見つけやすい星ですが残念ながらアンタレスのような明るい一等星や他の星々も太陽にはかないません。このあとだんだん東の空が白んで明日の太陽が昇ってきます。明日の日の出の時刻は午前5時48分。最後まで見えているのは一体どの星になるでしょうか。
さあ、明日の太陽が昇ってきました。皆さん、おはようございます。起きてらっしゃいますでしょうか。お部屋の中は3月18日朝になってしまいました。それでは明日の太陽を迎えてお部屋の中が明るくなったところで今回の特別投影終了となります。皆様ご清聴ありがとうございました。はい、というわけで皆様どうもありがとうございました。星さんもありがとうございました。はい、それではですね、ちょっとここから私ちょっと階段を降りましてね、下の方に降りさせていただいて、こう星さんとちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですね。すいません、ちょっと羨ましいなと思われる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、すいません、ちょっとお邪魔をいたしまして。星さん、マイク入ってますか。はい、はい、演奏しながら素晴らしい風景と、それからオニオン座のお話も聞こえてましたか。ちょっと笑いながら聞かせていただきました。いやいや、ありがとうございます。ちっちゃいお子さんすぐ答えてくれるんですよね。オニオン座だ、玉ねぎ。この間間違えてニンニクって言ってる子もいたんですけどね。びっくりしましたけどね。はい、というわけでシンセサイザーという楽器ちょっとですね、僕も近くで見させていただければと思うんですが。はい、はい、ですね、なんと言ったらいいんでしょう。まあ、普段ですね、毎回私こう演奏してるのですが、いろんな疑惑と言いますか、その本当は弾いていないんじゃないか説というお話がありましてですね、今回は非常にプラネタリウムのこの状況というのが、この傾斜ドームになっていて、お客様の席とも近いということもありまして、プラネタリウムの時のみにですね、あれ行っている、その実は弾いていないんじゃないか、本当は弾いてましたというのを名物としてですね、体験していただくというようなコーナーになっております。名物なんですね。はい、ちなみにですね、斉藤さん、シンセサイザーは。いや、僕全然ですね、楽器はほとんど。じゃあ、まあ、なんか押してみてください。あ、鍵盤をいいですか。まあ、例えば触れるとですね、はい、怖いですね、はい、おなりました。いや、爆発したりとかしませんので、ホッサンならあるかもしれないなと、はい、でこれ押しながらですね、じゃあマイク持ってみましょうか。片方で押しながら、これをですね、上にここを、そうですね、これビブラートがかかる、はい、下げるとビブラートが戻る。で、これがですね、押しながら上に上げていただくとピッチが上に上がる、下に下げると下がる、はい、で、ここがもう一つあってですね、これはブレスといって、こう人の笛を吹く時の吹く強さ、下げると吹いてないんですよ、上げていくと吹いていく、はい、ということを瞬間的に右手で弾きながら左手でニョニョニャっていうことなんですね。で、ちなみに下の方はですね、まあ例えば、ちょっとこれも右手で押していただきながら、まあ、これはお琴のような音が出るんですけど、これをですね、右手で弾きながら、これも左手でレバーを下げる、下がっていく、はい、右に上げていくと音が上がっていくと、はい、で、例えばですね、これを押しながら、このベンドごと縦に行くと、さっきのビブラートの効果が、うん、はい、というのをむにゃむにゃっとやってるという
わけでございます。間違いなく演奏されてるという、ね、ありがとうございます。これ皆さん多分信じられたと思いますので、今日いる皆さんは絶対大丈夫だと思いますので、ね、はい、でせっかくですので今日ですね、会場にお越しいただいていると思います。今日どうしましょうね、絞っていきましょうか。東京からお越しの方、あ、ありがとうございます。いっぱいいらっしゃいますね、はい、中戸区からお越しの方あ、何人かいらっしゃいますか。あ、お一人。じゃあ中学生の方、そこにいらっしゃいます。そうですね、あ、すぐ近くに。じゃあせっかく、はい、だからいいですか。じゃあどうぞ、はい、じゃあどうぞ、はい、じゃあ皆さん拍手で。こんにちは。こんにちは。シンセサイザーは触ったことがありますか。一回もないですピアノは弾いたことありますが。あ、ピアノはありますか。はい、したらですね、これはね、見えないのですが、例えば、これにはたくさんの音が、例えば、これはですね、下を押していただくとピアノの音が出ます。練習してたんですか。耳コピとか得意でなんか聞いたことがある音楽でしたね姫神の雲海です。はい、ありがとうございます。こっちの上の方はいいですか。上手あ、弾くんですか。これまあいろんな、こういうまあよく聞くね、あの音も入ってますし、ちょっとハーモニカみ、これも右手で弾きながら左手で、ゴニョゴニョなぜ僕の方を見てなんて言ったらいいんですかね。いやでも多分やってる感覚ですもんね。ああ、まあそうですね、はい。あとは出してみたい何かこう弾いてみたい音っていうのあったりしますか。ピアノじゃあはいはい、ピアノです。ペダルはないんですね。はい、うん、すごいですねこれも聴いたことがある曲ですねはい、ひょっとしてお手紙をくれた中学生の、はい、ありがとうございます。はい、お名前は言って大丈夫なんですか。はい、じゃあ、今時という言い方もあれでしょうね、珍しいんですが、お手紙をわざわざ送ってくださった高谷さんです。はい、今日はご来場お越しいただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。まさか耳コピで曲が弾かれるとは思わずびっくりしてしまいましたが、ありがとうございます。はい、次回のコンサートは僕はここにいないかもしれないですね。あ、その座を奪われるかもしれない新しい才能がね。そしたらちゃんと招待状送りますんで大丈夫です。わかりましたいやいやいや、ね、セッションとかね、はい、いいですよね。
そうしましたら、どうしましょうかね。そろそろにしましょうか。はい、はい、じゃあですね、次の準備を私いたしますのでね、はい、すみません、少々お待ちください。はい、最近ですね、上登るまで息が切れちゃって、はい、すみません、少々お待ちください。はい、すぐに参りますんでね。はい、星さん、ちなみにシンセサイザーに初めて触ったのは星さん何歳くらいの頃なんでしょう。多分幼稚園だと思います。覚えてないですね。それはやっぱりお父様の影響ですかね。まああのそのなんて言ったらいいんでしょうね、そこにシンセサイザーが置いていたからみたいな理由になると思うんですけども、確かにあのお家にそういうのはあのありましたので、触っていましたね。はい、いやかっこいいですねやっぱりね。はい、そうしましたら、はい、次はですね、せっかくですので、今日ご来場の皆さんであのクラウドファンディングのご支援いただいた方たくさんいらっしゃるかと思います。ありがとうございます。せっかくですので、月の、まあ、先ほど解説があったかと思うんですけれども、月の山という曲とそれからドームの方でですね、月の演出というのを、コラボレーションをさせていただきたいと思います。それでは月の山リミックスバージョンをお聴きください。
はい、本日は玉六島科学館サイエンスエッグ、ご来場いただきありがとうございます。なかなか初めてのチャレンジというか挑戦だったんですが、星座の歌、姫神プラネタリウムコンサート、いかがでしたでしょうか。30周年を迎え本日ですね、プラネタリウムコンサートを演奏させていただきました。玉六島科学館の皆さんが、あちらにいらっしゃいます。皆様大きな拍手で、感謝の拍手をお願いいたします。30周年おめでとうございます。はい、ぜひですね、今回に限らず四季折々の星座とか、それからいろんな番組ですとか生解説というのをですね、ご覧いただきに、これからもサイエンスエッグの方、このドームの方を訪れていただければと思います。それからまたですね、実は今月3月はサポーター会員の更新月となっております。これもまたここだけのお話なんですが、私ですね、法人の方の会員と、それから個人の方の会員としてですね、微力ながら、運営サポートとしてお申し込みをさせていただいております。実は本日ですね、今年度3月の更新月になりましたので更新をさせていただきました。本日のプラネタリウムコンサートもですね、こうしてお一人お一人の皆さんがチケットを申し込んでいただいて、こうして無事開催することができました。ぜひ来年度以降もですね、またこうした演奏であったり、それから姫神の音楽をドームの方でですね、使っていただける機会、そんな期待を込めつつですね、サポート会員の方も入会の方よろしくお願いいたします。さあ、短い時間でしたが、残すところあと2曲、演奏して、お別れしたいと思います。今日はですね、19時台の今日日曜日ということがありまして、帰りですね、玉六島さんから出るバスというのは19時台がなんと最後のバスとなってしまいます。今日は臨時の他には移動の交通手段がありませんので、19時前までにちゃんとはみ出さないように演奏終わってくださいということで、19時までに今日はですね終わりたいと思いますので、あと2曲演奏させていただいてお別れしたいと思います。それでは最後にですね、千年の祈り、そして神々の歌、2曲続けてお聴きいただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。今後とも姫神ともとも、玉六島科学館さんの方もよろしくお願いいたします。それでは、本日はご来場いただきありがとうございました。